マリナの熊本よかとこ教えるもん。うわ、ちょっと資料館もあるから資料館ちょっと行ってみようか。階段登って上に行ったら、おお、こりゃすごい。おお、すごいぞ。うわ、あれ古いだろうね。ほら、コヤントで作る。あ、コヤントって言ったらもう熊本弁な。うん？何コヤント？こういうの。で聞こえんからやめ。ほらタルタル。あ、最初は容器。え、最初は容器のさ、移り変わりって書いてあるけど亀だったんだね。亀っていうやつだったんだって。でタル、ガラス瓶ってポリ容器と。進化してる。ポケモンかでね。わ、これ分かりやすい。これ私にも分かりやすいわ。味噌玉、麹作りのほら移り変わり、ほら麹室って今はほら、うわ、蓋振る、すごっ。これ多分使われとったものがここに展示されて、まあ、こんな風に醤油ってね作られてるんですよ。で現在はこういう感じでね、すごい。え、これもそのままじゃない、使ってたやつじゃない。すげえ、触っちゃダメだよね、やめよう。え、見て見て、マップあるよ。辛口味噌とかさ、甘口味噌と。そう、九州って麦味噌なんだよね。麦味噌が多いから、ほらほら見て、全部だよ。あ、豆味噌ってもしかしてこれって名古屋とか違うか。うん、そう、赤、赤味噌、麦、全員、全部、あ、こだけちゃう。一等賞取った、取った時のほら、表彰状みたいな感じ。うわ、山内さんすごか。ほら、山内本店さんの歴史。うわうわ、前掛け、こんな昔から古いよこれ。私、味噌汁は美人を作る。がんに強い味噌が老化防止に良いわけだって。子供の栄養と味噌って、味噌にはね栄養が詰まっとるって。何を食べ、あ、小魚や牛乳は嫌いだし、何を食べさせればいいのかしら。お味噌を取るようにしてね。味噌には骨を大きくするカルシウムやタンパク質が含まれているし、味噌汁の具として嫌いな小魚も一緒に食べられるでしょう。なんでみんなそっち向いてんの。なんか醤油差し、ほら綺麗、うん、この前のあれみたい、中寺釜みたい、初代焼きみたい、すごい。かわいい、その鳩さんかわいい、すごい。資料館すごかったですね。また資料館見てお醤油買うとかね、最初に、まあ、どっちにねしても面白そうだと思いました。お店に出せないものがもうこういうところに置いてたりとかするんでですね、あの袋の印字ずれとか、そのがお店じゃ買えないやつがアウトレットで出してるんですよ。はい、そこなんか名物っていうか、この名物さんの名物みたいなのっていうのは、幻の味噌、長田幻、はい、
川県外で結構有名なんですよ。百貨店とかそういうのが、はい、食べたりするんですけども。幻の味噌、はい、こっちがちょっと幻っぽい。わあ、上等な。大体百貨店、高級スーパーとか百貨店とかそういうところに入ってますね。ここ山内さんね、ここでしか買えない商品がたくさんあるということで、やっぱり本店に来て買うものってちょっと違ったりねしたりもするし、なかなかこう市場には回らないものなんかもねあったりするんじゃないかなということで、で見てください、これですよ、醤油の数々で、これって一緒と思うでしょ、全部全部違うんだよね。九州醤油、刺身醤油から卵かけ醤油ってほら、してまだ熊もかわいいか。九州醤油、九州醤油、安い。あ、煮物用の醤油、煮物醤油、これ一本で何でも使える、薄めるだけで煮しめで、見てこれ、山内クッキングサロン塩の味シリーズ、いいね、なんかふわ、いいの、レシピ持ってっていいの、これレシピがいっぱいあるけど、千代さんってなんか昔ながらのいいね。うわ、これ山内本店さんがほら作ってる、ここでほら鶏天のってポン酢、あ、これだ、大大ポン酢、これを使ったね、鶏天に合うって。生姜焼きは、あ、全部ねこれがある、合うって書いてある。うわ、釜玉うどんいいね。すき焼きのほら割り下、くわ、おいしそう。ちょっといっぱいありますね。さっき言ってたあのね、これって味噌とかだけじゃなくて、なんかこういう海苔とかだったりとか、有明海のね、すごいよね、全部ほら海鮮丼のタレなんてあるんだよ、九州醤油仕立てで。これちょっと気になったやつ、また赤牛だご汁ってこんなのも、これでも一つ入れるだけでね美味しくなるよって言って、海鮮ごま味噌鍋の素。山内さんすごいね。あ、ちゃんちゃん焼きだ、これ見て、気になったなった、見て、取り上げられてます、ANA アナの国際線のほら機内食に採用されたって。あ、ファーストクラスよ、ファーストクラスがここで楽しめるなんて、これ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 、ちょっと待って、ほらファーストクラスがここで楽しめるの、480円で楽しめる、なんてこった、パンナコッタ。これさ、入ってないからカメラマンさんの笑い声聞こえないんだわ、なんか受けてないみたいな感じになるから。ほら、有料新商品、うわー、これお土産にも、え、これお土産にいいんじゃない、ちょっと見つけちゃった、なんじゃこりゃ、ラスク匠、さっきの幻の味噌使った、うわ絶対おいしいやつじゃん、ほらラスクに塗られてるやつ、え、見て、ちょっと見て、バッグじゃん、見て、バッグじゃん、やばくない、バッグになってる。機内食の中、中で筋に何回か切り替えみたいなのがあるみたいなんですけど、ね、はいはいはい、すごい好評でずっと続いてるっていう話をして、すごいバイヤーの方が気に入るほどの幻の味噌マネージャー買わんといかんじゃん。ほら、これ味って結構変わるんですか、その熟されたと、そっちの、あ、熟成麦とでしょ、はい、あ、どうですか、あ、これ麦はあるかな、ですね、味の違い的には米麦合わせと熟成麦で麦だけの麦味噌になるんですよ、はいはい、味の違い的には若干やっぱりお米が入ってればお米のでんぷんの甘みがあるからですね、合わせの方が人気があるし、うん、若干まろやかな甘みがあるお味噌なんですね、
で麦味噌の場合は麦の香りがやっぱり香り高い味噌で、うん、合わせが好き。でも九州の方だったら麦味噌でしょ。そう、麦、はい、で九州なんですよ。福岡で。そうなんです。あ、多分麦味噌飲められて、どっちかというと関東関西の方向けに作ったっていうのもあれなんですよ。あ、そうなんですね。でもなんかそうなんですよ。九州の方ならやっぱり結構お醤油とかも甘口でしょ。そうです、甘口です。九州は結構甘口が多くて、そうなんです。あの丸中醤油、あの九州の中でも南、福岡から南になればなるほど甘くなっている。そう、そうなんです。で熊本でも南になるとやっぱ甘くなっている。八代だったら甘めです。丸中醤油は八代にしか置いてないんですよ。あ、本当ですか。はい。どのぐらいにできたんですか、この山牛丼って。違うですね、創業は260年、来年で270年だ。味噌醤油、もともと城下町にあったんですけども、あ、まあ、いい美味しいでお水を求めてこっちに引っ越してきたっていう。お水を求めてこだわってる、はい、近すぎですね。近すぎです。味噌醤油はやっぱり美味しい水からっていうところですね。そうです。どっちが当たるかはお楽しみ。これマリナーズの抽選プレゼントにします。へっへっへっ。じゃじゃーん、前掛けです。山内本店さんの前掛け、カメラマンさんが買いました。しかもこれ初めて売ったんだって。第1号ピカリン。今回この山内本店さん、お味噌醤油の山内本店さんにお邪魔いたしました。急な、ね、お邪魔にもかかわらず、あの心よく取材に、ね、応じてくださいまして、たくさん素敵な商品見せていただきました。マリナーズのファンの方にも、ね、プレゼントも買えたし、最高の山内本店さんでした。で今回工場見学も、ね、させていただこうと思ったんですけれども、まあ、コロナウイルスの影響もありまして1月まであのやってらっしゃらないということなので、またリベンジしにマリナ来たいと思います。その時は皆さん映像待っててね。それでは山内本店さんでした。ありがとうございました。